形式図7300型は、かつて、日本国有鉄道の前身である、鉄道院、鉄道省に在籍した天打式蒸気機関車である。元は、北海道関節鉄道が、アメリカのボールドウィン・ロコモティブ・アークスから1903年に4両を、輸入した、車軸配置2から6から0端式に基頭の、飽和式機関車である。 メーカーにおける種別骨章は8から 24D。1905年の北海道関接鉄道の国有鉄道への編入に伴って国有鉄道席を得たものである。北海道関接鉄道時代は B5 型と称したが関接鉄道編入後は E 型と称した。1九百九年の鉄道院の車両形式称号規定制定に伴って型と 改版された。形態的には、典型的アメリカ古典機スタイルである。ボイラーは、第三感動で急に太くなった、ワゴントップ式で、第二感動上に、砂箱、第四貫道上に、蒸気ドームが設置されており、ドームが、運転室に密着しているのが、特徴的である。淡水車の台車は三軸編、ボギー式で、ボギー台車は釣り合い両式である。 関節鉄道編入後は、旭川、深川に移動した。晩年は、入れ替えようとなり、全車が、室蘭で使用されていた。廃車は1933年11月で、全車が解体された。ありがとうございます。